こんにちは、さとみです。今回はダイヤモンドアートの YouTube を上げられているともちさんという方から、さとみさん検証をお願いしますという動画を拝見してしまったので、検証を行っていきたいと思います。ともちさんが上げられている動画の URL は概要欄に記載してあるので、ぜひ皆さんも見てみてくださいね。それではアイテムの紹介になります。こちらのアイテムになるんですが、こちらのカメラだとちょっとライトでね、反射して分かりづらいよっていう感じだと思うので、別のカメラ、こちらになります。どうでしょうか、見えますか。皆さんこれが何か分かりますか。まずはね、中身を開けていきたいと思います。あ、さらに袋に入っておりますそして同じものがもう一つ入っております。ではね、1個開けていきたいと思います。さてさて、ちょっともう傷がついてるんですけどダメじゃない、鼻息で袋が。こちらのアイテムなんですけれども、ペンに装着してダイヤモンドアートをするときに、こうやって大きくなる虫眼鏡になっているので、これを使ってちゃんとダイヤモンドアートができるかという検証を行っていきたいと思います。それでは今回3つのペンを用意しました。私が普段使っているこちらのペン3本になります。こちらはアリエクで買ったもの、こちらは自分で作ったもの、こちらはシーンで買ったアリエクよりも細いタイプになっております。まずはこのシーンで購入したちょっと細めのね、ペンの装着をしていきたいと思います。それではこちらにつけていきたいと思いますが、こうね、ちょっとね、こう緩やかにこうへこんでいたりするので、ここが一番太い部分になると思います。まずはここにつくか、検証していきますね。よっ、細いところに行っちゃいましたが、ここはゆるゆるですね。よし、ここもまあまあ、でもちょっとゆるい感じがしますね。一回つけてしまえば、まあそんなに動きはしないので大丈夫かと思います。続いて私が作ったペンになります。まあ、私の作ったペンもね、太さがちょっとバラバラだったりするんですけれども、先ほどのこちらのペンのこの部分よりは細い気がするので、ちょっと難しいんじゃないかなと思っております。ではいきますよ、少しずつはめていきます。おお、あ、この辺ギリギリこんな高い位置で見えるのかな、ビーズこんな高い位置ではちょっと難しそうですね。あ、まだやっぱり緩いな。もうちょっとね、太めのペンだとしっかりこう固定はされそうですね。続いてアリエクで購入したこちらのペンになります。先ほどのシーンのものよりは太めですね。さて行ってみましょうか、細いとこから。お、バッチリじゃないですか。アリエクさんはバッチリでございます。太いところ行くかな。よ、あ、もちろん問題なさそうですね。この太めのペンであれば装着が固定されそうですね。では装着できるこちらの2本でダイヤモンドアートを行っていきたいと思います。はい、それではこちらの途中まで作っているダイヤモンドアートを使用して虫眼鏡が効果があるのかどうなのかっていうところをね、見ていきたいと思います。あの、一番固定がしっかりしているアリエクで購入したペンで試してみましょうか。装着したものがこちらになります。いけるかな。私目線でやっていきますね。今この包みみたいなののビーズを先っちょにつけております。
オーロラビーズです。で、覗きます。こんな感じに見えてます。なかなか見づらいんですけど、しかも結構ペンを斜めにしないと見えません。難しいぞこれは。結構な角度ですよねこれ。こんな状態でつけるのでつけづらいです。めちゃくちゃつけづらいです。普段はこうやってここを見ながらペインティングしていくんですけど、ここに合わせなきゃいけないので、こうしたらいいのか、こう、どうしたら一番楽なんだ、こう、こんくらい、こんな感じですかね。こうやってつけていきます。結構ね、ペンを倒さないと見づらいですね。ビーズのつける角度も結構ね、重要になってきますよ、これ。試しに、ポチッと。めっちゃずれてる。斜めってますね。ちょっと待って、もう一回やろうか。ちょっと虫眼鏡見ますか。だいぶ枠からずれますね。ちょっとやりづらいな。やりづらさを感じてます。難しいぞこれは。慣れるまでが大変だな。これはさっきよりちょっと綺麗についた。めちゃんこ下手くそなんですけど、これも角度が、あ、これ綺麗についた。7個つけてやっと綺麗についた。なんか酔いそう。確かに大きくは見えますね。大きくは見えます。うん。でもほんとちょっとですね。もうちょっと上の方がいいのかな。そういうことでもなさそうだな。難しい。角度が難しいです。あ、こういう感じ。でもね、ビーズの角度でペン先がもう見えなくなってしまうんですよね。これがちょっとね、やり直すのがめんどくさいかもしれない。丸だったらね、あんま気にしなくていいと思うんですけど、ちょっと慣れてきたかな。お、目がなんかちょっと気持ち悪くなってくる。これスクエアに合わせてこうペンを傾けると、虫眼鏡までね動いちゃうから、どうなのっていう感じですね。角度さえ定まれば。この辺をやろうと思います。いきますよ。私は虫眼鏡を見ながら、虫眼鏡を動かしてで、ビーズをつけました。一番綺麗今で、斜めってるのでこれをペンをくるっとね、回しのよ、あ、いいんじゃない、いいんじゃないですか。今ちょっと裸眼でやってしまった。意味ない。回しの、こんな感じ。これはちょっとめんどくさいな。よし。で、またペンを回しの
縦ラインを合わせのベタ。ちょっとさっきより慣れてきましたね。とはいえ今はこうやってビーズをつけて、ここのビーズの縦のラインを合わせるためにこうやってくるって回してこうペタッとねくっつけていたので、これはかなり手間ですね。続いてはこのように虫眼鏡をつけてみました。先ほどはこちらについていたんですけど、今真ん中の一番太い部分につけております。虫眼鏡自体はこのように角度をつけられるので、前向きに倒れたような感じでつけております。さてこれではどうなのか、やってみたいと思います。ピントを合わせます。どうでしょう、ちょっと見えますね。ちょっと指がね邪魔して見づらいっちゃ見づらいんですけど、見えなくもないですね。下の箇所につけていた時よりも見やすくなりました。今回はこのオーロラビーズではなくて違う色のビーズをつけていきます。見えるといえばまあ見えるか。ちょっとね距離感が分かりづらいっていうところはあるんですが、さっきよりはつけやすくなりましたね。角度をあまり気にしなくてもいいような感じになりました。でもちょっとやっぱり虫眼鏡がちっちゃすぎる。見えなくもないけど下に虫眼鏡をつけていた時よりはすごく貼りやすくなりました。位置大事ですね。全然気づきませんでした。高い位置に虫眼鏡を置くとつけやすいよと。ただまだちょっと慣れてなくて距離感がね、キャンバスとペン先の距離感が難しいんですけれども、これもやっぱ慣れるかな。こうやってビーズをつけたとします。で覗きます。覗くとビーズがちょっとね右方向に曲がってると思うんですけど、これを覗きながらの、ちょっとまっすぐにしてもちゃんと虫眼鏡内に収まってくれるので、断然さっきよりはつけやすくなりました。低い位置よりは高い位置につけるといいよということですね。なるほど、全然知らなかったが、よいしょ、やっぱり指が邪魔をする。ちゃんと貼れそうですね。んー、でもちっちゃい。目が疲れちゃうな、これ。この紫色のビーズを次はつけていきます。さてさて、真剣に虫眼鏡を覗きながらつけていきますね。ここの3つはだいぶ上手に貼れましたね。見やすいけど最初はちょっとやっぱり距離感の慣れが難しいですね。いいんじゃない？いいっちゃいいね。ちょっとさっきより全然良い。この8個ぐらいは
まあまあ綺麗に貼れたんじゃないかなと思います。上から見るとこんな感じですね。うん、こんな風に見えているので、ペンの先っぽとこのキャンバスまでの距離感がまだねいまいち私はつかめていないので難しかったりしたんですけど、やはりこの下につけるよりはこの高い位置につけるといい感じにつけることができました。じゃあ今日のまとめを言いながら、こちらを直していきたいと思います。今回は虫眼鏡を使ってペンでの作業を行ってみたんですけれども、最初のペンのね下の部分につけた時は全然なんか つけづらさしかなくてなんだこれはってなってたんですけれども、あれちょっと上の方にもこうやってつけてみてもいいんじゃないかと思ってつけてみて試してみたら全然下につけるよりは見やすくなりました。ということで、もし使う方いらっしゃるのであれば、ペンね、真ん中あたりでつけるといいと思います。私のペンの握り方が悪いのかちょっとわからないんですけれども、指がね、ちょっと邪魔して見づらいっていうところもありましたね。あとこちらの装着部分ですね。このアイテムだからなのかわからないんですけれども、他のねショップさんで買ったらそういうことはない可能性もあるんですが、細いところにねつけれたりもしたんですけど、太いところにつけた後細いところにつけようとするとこのはめる部分の幅が広がってしまってちょっとゆるゆるになってしまいました。やっぱり今の私自身が目がそこまで悪くない、まあ、老眼も入っていないので、ちょっとこれをずっとこう見続けると気持ち悪さもちょっとあったりとかもしたので、将来ねちょっと老眼で見づらいわっていう時は拡大ルーペとか拡大鏡みたいなのね使ってダイヤモンドアートができたらいいなと思いました。そっちの方がねやっぱり効率よく進められそうな気がしております。あとは視聴者さんの中にも拡大鏡とか使っていらっしゃる方がいらっしゃるので、そういった方々のお話を参考に私も今後ね購入していきたいなと思っております。はい、ということで今回はペンに装着する虫眼鏡の紹介をさせていただきました。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。